めばいいじゃないですか。絶望ネーム、はい、ぬめ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 さんからいただきました。ぬめこれ ね、 ぬめぬめね、同様のお便りが30通以上来てるんですけれども、ぬめぬめ聞いてます？30通以上、30通以上、30通以上、はい、もうこれ以上言うと30通以上になるけど、30通以上、30通以上来てます。30通以上、30通以上、すごいですよ。30通以上に、30通以上にゃにゃ。神谷さんは、はい、何でしょう、結局誰のことが好きなんですか？ネアさんなのか、田村さんなのか、堀江さんなのか、谷井さんなのか。この間は浅野真澄さんにも好き好き言ってましたよね。男としてきっちりしなさい。こんなメール30通以上来たの？おい、はい、何、どうして私が入っていない？ね、ちょっとネアさんはね、ほんとね、可愛いんですよ。いや、知ってますけども、田村さんなのか堀江さんなのか、これはまたあれですか、何の話ですか、ね、なんかよくわかんないんですけど、まあゆいちゃんはほんと可愛いんですよね。ゆいちゃんはね、嫌いって人じゃ連れてこいよって話なんですよ。ゆいちゃんのことを実際見てみ、ほんと可愛いから。はい、そういうことではなく、で谷井さんではですね、先週も言いましたけど、谷井さん、先々週か、先週じゃないですけどね、先々週ですね、先々週の放送で僕ちゃんと言ってますけれども、確かに先々週の放送では谷井さんのことが好きですって普通に言ったので、それは谷井さん本人のことを好きですっていう風に言ってるのに聞こえますけれども、僕谷井さんの声がすごく好きなんですよ。それは先々週の放送でもちゃんと言ったと思いますけれども、とあるゲームをやっていて、まあ金八先生のゲームなんですけど、それで谷井さんのやってる役が、はいはいはい、なんか最初はなんだこれと思ったんですけど、やってるうちにハマっちゃって、すげえなんだこの声、たまらんなと思っていたんですよ。したら谷井飛鳥っていう人がやってるっていうのを知って、で今回絶望先生で、まあその前にもお仕事させてもらってますけれども、絶望先生でレギュラー一緒になって、ああ谷井さんとお仕事一緒にできて僕嬉しいですよ、谷井さんの声大好きなんでっていう話をしたっていうことを言い忘れていたのね。なるほど。だからなんかそういう誤解をなんか皆さんしたのかもしれないですけれども、はい、谷井さん声大好きですね。なるほど。素敵な声優さんですよ。なるほど。変わんないですね。浅野さんは顔がすごく好きです。それは浅野さんにも言いました。あの本編の中でも言いましたけど、言ってましたね。浅野さんの顔は非常にタイプです。うーん、以上。ちょっと待って、はい、何でしょう。ゆうちゃんは、あ、小林さん、あのね、小林さんと堀江さんは僕の中では割と同じ引き出しに入って、なんか待って、どういうこと、てか見ていたいんです、僕。おお。2メートルぐらい離れて見ていたんです。はあ。ゆいちゃんは1メートル半ぐらい離れて見ていたいんです。はい、小林さんは2メートルぐらい離れて見ていたいんです。離れすぎじゃないですか。それ、もうすぐ離れすぎじゃないですか、2メートルって。2メートルって。あのね、皆さんが誤解のないように言っておきますけれども、だからといって僕、彼女たちと付き合いたいとかそういうことはあんまり思ってませんからね。はい。はい。女性としてなんか素敵な人たちだなっていうふうに思ってるだけで、うん、タイプだなとか声が好きだなとかね、うん、結構話長いですか？違うの、全くもってこの3分ぐらい私にとって無意味だなと思って。いやいや、何言ってるんですか？だって一個もこれ新谷さんの篠じゃないんですよ、これ。それでね、はい。何ですか？聞きますよ、もうこうなったらこれで30分ぐらい引っ張りますよ。言ってください。さあどうぞ。まあ、俺、非常に言い訳じみていますけれども、はい、男性のね、声優さんで彼女たちのファンの人たちは、うん、おい、神谷ふざけんじゃねえよって怒ってるかもしれないね。うん、僕はそういうつもりは一切ないですから、皆さん、うん、安心してくださいね。うん。安心してくださいね。うん。大丈夫ですよ。新谷ファンも怒ってますよ。なんで出ないんだっていう。あ、それは、まあ、やっぱりね、ゆいちゃんはね、本当に可愛いんですよ。違う人だって。肩で見ていると、なんか幸せな気分になるんですよね。違うよ。それはね、小林優さんも一緒なんですよ。割とこうね、見てるとね、ああ、なんか。きっちりしなさい！ちょっと待って！